じゃあちょっともう見せて、もう解決策もクソもないです。世の中ってそういうもの、過信をしているから丸腰でいけるわけじゃない。はい、ズーズーしい。ユーのこれからこれからシーズン2。はい、というわけで今回のスペシャルゲストはおなつこデラックスさんです。どうぞ。なんかさ、何うわーとか後ろでうわーとかやってる編集者が今日いないね。今日ちょっとなんかわーかわいいとか、なんかそう、あれもう本当にようこそ。どうも、やだやだ、こんな仕事カバンの中身見せるのかと思ったら違うのね。うるさいよね、本当にそうなんだ。やだ、違う雑誌でやったことよ、本当に。だけど私たちはその京子ちゃんともう一人のお友達と松とよく4人でダラ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 過ごすんですね。そうね、本当。この子はだからその4人の中でもあのマンネって一番年下なんですよね。この子若いからね。でも私よりも年下っぽいのはあなたですよ。でもあなたと私の共通点は一人っ子だ。あ、それはすごい小泉今日子にいじめられるのよね。そう、ウェイ一人っ子でみたいな、わがままみたいに言われんちゃう。私たちってわがままとやってる意識ないじゃん、全く。そうなのよ。でもそうだから4人で遊んでて、私とマツコちゃんはやっぱバラエティのテンポでお話ししたりするから、あと、ね、の2人は結構もうほんと呆然と見てる時あるよね。こうラリーが続いちゃうと呆然と見てるっていうよりはもう呆れてる、うん、っていうか無視されてるよ、ね、無視してゲームとかしてるもんね。私最近なんかこれ私望まれてるのかな、ここにって思う時あるわよ、本当に。でこの人おかしいのが、 K-POP とかに関してはこの人が一番もちろん聞いてるし、飯食ってる時間はね、なんか穏やかなんだけど、飯一段落するとこの子がえ、じゃああれ見ようとか言って急にブワーってやり出すから。いや違う、私は家でもそうだから、そのコロ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 いろいろ変えてく人だから、なんかこう、もうこの人たちもうさ本当におばちゃんになってるから。だっておばちゃんだもん。なんかね、ずっと同じもん見てんのよ。それはそう、だからもう飽きんのよ。飽きんのよね。そうなのよ。いいのいいの。何なんだろう、私ちょっともうちょっと健康的な暮らしになると思ってたんだけど。あんたの年だったらまだだけど、私60ぶっこいてやっぱりそういう生活なのよ。それにびっくりしてる自分も。何だろう、もうどうなりたいの。何だろう、こうはなりたくないんだけどでも失礼でしょ。でもなんないわよ、安心。いやでもなんか近いのはあなたなのよ、やっぱり。何が近いのよ。あ、生活の仕方みたいな、そのリズムというかさ。私一人っ子よ、一人っ子。違う、一人っ子ってみんな夜更かしなの。一人っ子の人なことない。夜更かし、夜更かし、そうです、夜型、そうです。やっぱり一人っ子夜更かしなのよ。違う、他に一人っ子いない。やっぱ一人っ子ってこんなに少ないんだね。じゃあそれはもう知ってるわよ。違う違う、だから一人しかいないんだ。一人っ子政策だよ。あ、ねえ、中国に行ったら私たちみんな一人っ子だから。本当だ。え、じゃあもう中国ってみんなわがままってことでしょ。そうだね。大変だね、学校とかね。クラス中一人っ子なんですよ、だって。すごいよね、こればっかりいるのよ。いや、それはまた嫌だ、学校無理だね。無理無理無理、先生になるの嫌だね。ねえ、でもみんな一人っ子でみんなわがままだったら、あいつはわがままだとはならないわよね。そうだね、みんなそうなんだもんね。あれ、じゃあやっぱり一人っ子が多くないところで一人っ子が悪口言われるのね、これ。なんかなんだろう、なんで一人っ子って悪口言われるの。でもさ、気にしないよね、一人っ子って。全然気にしない。だから言われる。そうなのよ。じゃあ、今日はマツコちゃんと一緒にね、見てくれてる人からお悩み相談。もうね、何？こんな二人に相談されるようになったらおしまいよ、人生。もう、そうやめた方がいい。はじめまして、私のモヤモヤをご相談させてください。
自分の大切な人同士が馬が合わないことってありますか？私と夫は、良好な関係で付き合ってた頃以上に今が一番分かり合えている感じがしています。ただ夫は私の親友にも兄弟にも良さを分かってもらえず好かれてないんです。夫を親友や兄弟との集まりに連れて行くと必ず話しづらい人だね、彼も一緒だと気を使うから次は〇〇私だけで遊びに来てよとか、あの人と毎日一緒なんて疲れないのとかネガティブなことを言われてしまいます。夫は心根は優しい人なのですが、それが周りに伝わらず勘違いされやすいタイプです。厄介なのは私の親友のことも兄弟のことも大好きで、私がみんなと集合するときはできれば予定を調整して自分も参加したいと思っていること。夫はプライドが高く傷つけやすいので、親友や兄弟があまりよく思っていないなんて口が裂けても言えません。私は自分と気が合う人同士はみんな仲良くなれるような気がしてならないのですが、この感覚がずれているのでしょうか。結構フルでメールを読むのね。どういう結局何の相談だったのこれ。もうちょっとあります、うん、あもうまだあるよ。チーラよ。夫のことをよく思わない人たちとだんだん疎遠になっていくのだろうなと思うと結構辛いです。東京都34歳のデザイナーの方です。解決策が知りたいの、うん、なんでかなの、どうしたらいいですからの、どっちなのこれ。なんかよく分かんなかったんだよ私がね。じゃあマツコちゃんすごいね、あの大好きな友達だったら、私の友達の京子でもなんとかでもみんなでもみんなが仲良くなれるもんだと思ってたら、そんでもなさそうだと。みんなこの人ちょっと気難しいわね。そんなの当たり前じゃない。あえ、違う、なだから何が聞きたいのよこの人は。違う、ちょっともう見せて。もう、あ、そうね、これだいぶカットしてるんですけどこれでもカットしてるのよ。これさ、この人の疑問点を要約すると、夫を選んだ私が人を見る目がないのでしょうかってところを気にしてるわけよ。あら、全然違うじゃない。そう、私の二十数年大丈夫だったでしょ多分なんだあいつ全然答え違ってるよって思われたかもよ。マジで。この人が聞きたいのは、だから自分の大切な人同士馬が合わないことってありますかってことと、あります。あとこの自分の感覚がずれてるんじゃないかと、はい、はいはい。だから夫を選んだ私が人を見る目がないのか、馬が合わないことってありますか。あるわよね。終わりです。終わりですよ。そんなのほとんどがそうですみたいな。解決策もクソもないです。世の中ってそういうもの、ね、そうだって趣味思考もね、そりゃそうですよ。みんな違いますから、それはご安心ください。多分なんかデザイナーなのよこの方。ああ34のデザイナーの周りにいるやつなんてやからみたいな男しかいないじゃない。そういう人をさ、田舎のさ集まりに連れてったら、そりゃ本当はいい人かもしれないけど、そりゃ田舎のさ、まあ、田舎かどうかは東京都って書いてあるけど、今は東京にいるんだろうけど、まあ例えばね、彼女が田舎のね、すごいもう人里離れたようなとこ出身だったとして、そこの集落に連れてって、その輩を、ほらどんなにいい人だって、なんかチリチリのドレッドかけてたりとかしてたらね、そりゃ嫌だよ。ちょっとなんかクリエイターっぽいね。そうそう、空気をまとっていらっしゃるでしょうし、そうするとやっぱり違うなと、近所の人と。と筑前に食べてる時も色の入ったメガネとかかけれたりするんじゃない。だからいいじゃないですか、色メガネで筑前に食った、濃いな筑前にと思って食ってんのよ。だからでも実際は美味しくいただいてるかもしれない。いや、なんだけどやっぱりそれを本当に伝えようと思ったら、やっぱりこちらの努力も必要ですよ。本当にそれはそうです。まとってるものをこう接しやすいものに変えて、あと変な髪してたら、うん、ちょっとそのね、帰る時だけはちょっと整えすっきりとしたね髪に切っていくとかで、なんか色眼鏡してたら、行く時だけはもう銀縁の普通の、そう、普通の銀行員みたいな眼鏡をねしていけば ね、あ、しっかりした方ねって。そう、人間なんてそんなものですよ。本当にそれはそうです。印象なんてね、なんかそんな、あ、この人はこんなやからみたいだけど、一皮むいたら絶対いい人だみたいな印象を持つことってある？やからはやからと思うよね、見たら。まずもっとやからであれと思いますよね。あなたと私はねやから大好きだからね。
だけど普通の田舎のさ、ねおね、親族の方にしてみたらそりゃね、それは説明をちゃんとしてあげないと。そうよ、だからなんか最後の方に確か書いてあったけど、うん、うちの夫やからは、うん、プライドが高くって書いて。そうなんです。だからで、ね、プライドが高く傷つきやすい、ただのわがままじゃないこれ。私もそう、一人っ子じゃん。一人っ子だよ。やだ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 、一人やからの一人っ子困るわ、プライドが高いんだわ。もうだからもうこれはもう解決策ありません。そうね、そうです。やっぱりね、なんていうのかな、こうずっと毎日見てる人と、はい、1年に1回2回しか会わない人はね、はい、それはね同じ風には見てませんよ、その人対象物を。そりゃそうよ、それは当たり前。やっぱりだから、もしねその方のねご実家に行くだのお友達に会うだのの時はなんかちょっとトーンダウンしたベーシックなもの装備で。そうです、なんか僕はデザイナーなんです。じゃ、ね、デザイナーは女房の方ね。あ、デザイナー女か。そうそうか、デザイナー女の夫は何か分かんない、仕事は、ね、仕事はただデザイナーの周りにいるやつはやからだろうという、今ねこっちの勝手な妄想だから。それは ね、やっぱりいつもまとっているものはもう捨てて。あと不思議なのはね、なんでそのやから夫はそのほんわかとした田舎の親族たちを好きなのよ。なんなの、もうわがままじゃん。だから一人っ子なのよ。もう一人っ子最低。本当にもうさ、私なんかはもうちょっと逆に親族とかと会うの恥ずかしいのね。私もちょっとそうだ。でしょ、うん、だからそれは身の程を知ってるっていうとちょっと自分のことよく言い過ぎかもしれないけど、やっぱり田舎に行ってさ、急にさこんななんかでっかいさ座卓みたいな上にさ、ね、トウモロコシ茹でたのとかが、うん、ね、乗ってるところに自分がいる様っていうのを客観視するじゃない。するわね。ちょっとだからこのご夫婦はちょっと苦手すぎるかなと。自分たちがいかにね東京というねこの、まあ、今まさにそれが繰り広げてるけど、この巨像じゃないですか。そう、ね、ファッション誌というね、だからそのファッション誌みたいなものじゃないですか。まあまあそうですよね。だからこういうのをだからそれを崩せずにいってる時点で、このご夫婦っていうのはちょっと自分たちのこと偉いと思ってるんですよ。ちょっとかっこいいと。そう、俺たちは東京のおしゃれなところで暮らしている、これを疑う人なんていないっていう、どこか過信をしているから丸腰でいけるわけじゃない、はい、ずうずうしい。だからやっぱり怖いですね、過信っていうのは。怖いですよ。私たちはだから一人っ子さ、一人っ子ってさっきからネガティブな感じばかり言ってたけど、はい、そこはほら、はい、意外と私はだって自分のこともうんこの中でも結構ビチグソ寄りだと思って生きてますから。私もすごいもう形のない方のない状態、水蹴りの方の、ね、水蹴りの方の方だと思って私たちは生きてるから。そうです、申し訳ないって思いがねありつつ、そうです、身勝手にやってるように見えるけど、身勝手をやりながらごめんねっていうね、いつも叫んでる、いつも叫んでるから、はい、私、うん、そのある種かわいそうなね人たち、まあまあこれはもう私本当にあんたのことかわいそうだと思うもん。私もあんたたちにこれだけ言われたら私も自分で本当にそう思うのね。そうでしょ。でもあんたにかわいそうって言ってる時、私も同時にお前もなって自分にも言ってんのよ。わかるでしょ。私たちの時代はさ、こんなことやるってさ本当に鼻つまみものだったじゃん。本当よ、変わってる人のやることよ。変わってる、あの人たちは頭がおかしいんだっていうね、そうよ、ふうに思われることを前提に生きてきたから。そうよ、もう根っこにそれがあんのよ。ごめんなさいねって、本当にごめんなさいって、でもこんな風にしか生きれないのよっていうね。そう、許してください、許してっていうね。 それがないの、ない、そのご親族に対しての敬意がないのよ。だってその場にふさわしい振る舞い、考え、そういったものがないっていうのは傲慢ですか。よくおっしゃったわ、ね、その街だったりね、はい、その空気だったり、はい、それにこう溶け込もうという努力、そうです、は
こっちがしないと。やっぱ必要です、ね、必要ですよ、どなたもですけど。本当にそう。でまたそのやからとともに自分たちを振り返ってね、仲良くしたいっておっしゃるのなら、やはり心の中で申し訳ないと、ね、上手に接して、あちらが怖がらないように、そうです、そう言っていただきたいなと思います。はい、今日はこれはまたドロシーの T シャツとパンツは、これはネイバーフットで、また靴はいつものバレンシアガです。さようなら。でもチャンスがあれば男ってそうよ、聞いた相手が違ったかしら。そうなのよ、現代のモテ男代表といえば。またそんな格好で出んの。